こんにちは。手で芸をするコミーです。アクリル絨毯、これね、こないだ買ってきました。ダイソー。麻が70でアクリル30というやつね。かぎ針が7から8ということで、これはおちょぼちゃんを作ろうと思って買ってきました。なので今日はおちょぼちゃんを編みます。はい、7から8、7にしようかな。7でいきます。おちょぼちゃんを何個か作ってちょっとセットしたいんですよ。後でやりますからね、ちょっと待ってくださいね。セットというのはこれどうか、硬いな、やっぱりこの色がね、どんな風に出るのかしらと思ってちょっと買ってみちゃいました。あの、少し前に出ていたのは知ってたんですけど、何つくんだこれでって思ったから、あの、手にも取ってなかったんですよ。もう見えてはいたけど、へえ、新作だねぐらいな感じで見てたんですけどね。で、そっか、おちょぼちゃんかと思って買ったわけです。どんな感じか、朝で作ったことないんですよね、まだ。だからどんな感じになるのかなと思って1個だけとりあえず買ってみたんです。ね、何種類か、3色ぐらいかな、色があったのは。だからもしよかったら、ね、他の色も買ってもいいかなとは思ってますけど、どうでしょう。編みにくい予感、バリバリ。久しぶりだしな、朝。ね、あの上の方のとんがりのところがうまくいかない予感しかしない。まあでも、とりあえずやってみましょう。そのために買ったからね。はい。細めですね。でもそうでもないのかな。普通の、あの、私国用のとかで、夏ね、編みました。それより細い気がする。なんかその去年夏の時に朝でなんかそういう和から始まるやつとかやってみた気がする。途中に編みにくいなーって思いながら編めるかな編めるかな。編んだ方いらっしゃいますか、朝で。あの、おちょぼちゃん見かけてないと思うんだけど、見逃している可能性もまあありますね。どうでしょうかね。細いとこもあるんだな。この色がね、一番あの派手そうなやつを買ってきたんですよ。だからこう色の出方もちょっとね、気になってるんです。可愛いんじゃないかと思って、だからちょっと期待はしているんだけど、これ量産はできないな、この感触。あの、肩とかバリバリになりそう。あの、なんていうの、おちょぼちゃんはその中毒性がね、強いですね。あの、止まらないというか、そうなるとたくさん編んでしまうっていう
怖いことになって、それはとってもこれは体に負担がかかる糸ですね。たくさん編むと、だからどうなんだどうなんだ、わからないぞ。はい、でもね、一個だけならいいでしょう。ちょっと小さめにしとこうかな。ね、色はすごい可愛いカラフルな感じが、ネップ的ですかね、ちょっと違うけど。そうそう、この左手の人差し指が痛くなる感じ、なんか懐かしい。ね、絆創膏貼ってみたり、あとその手袋がいいよって、綿のね手袋がいいよって言われて手袋をしてみたりしました。なんか懐かしい感じです。なんかね、何年か前にその麻のバッグが流行った時がありましたよね。本とか出てたりして、で見た目がすごい可愛いから私も編んでみたことがあるんですよ。それはどこで買った麻だったんだろう、ちょっと覚えてないけど。でそしたら痛いわ編みにくいわですぐやめました本当に何段か、何目かわかんないけど結構すぐやめました。これは私には編めないっていう風にすぐ判断してやめたんですけど、だから朝は私は編めないと思ってたんですよね、その数年前にダメだったから。そしたらお友達がその編んだバッグとかを持ってきてて、それって痛くないって聞いたら、あ全然みたいな。でどの麻紐を買ったのかみたいなのを聞いて、まあ、それがコクヨですね。そしてネットで見ても皆さんコクヨが多かったんですよね、とっても。であコクヨならいいのかと思って、この間の夏初めて編んだっていうやつなんですけど、そしたらなんかね、前に感じてたなんかすごい痛い編みにくいっていうのはそこまで感じなかったんですよね。だから糸の違いなのかもしれないし、なんか皮が厚くなったんですかねわかんないけど、なんか全然前と印象が違かったから、あこれなら編めるわみたいな感じでした。であとは多分相性もありますよね、糸の感じと。いろいろな種類の麻糸があるけどだいぶ違いますもんね、質感というか。それが手に合うか合わないかみたいなとこもねあるんじゃないかなと思ったりはします。あとなんかそのボロボロ粉が落ちるとかね、そういうのもありますよね。これはどうなんだろう、わかんない。このぐらいじゃ出ないのか、ちょっと今はわからない。これなんか可愛いですよね言わせている感。6だから4でいいのかな、6、3、18 一応計算してみました、減らし目のね。ちょっとそんな計算をしてみたりしながら編んでます。割と適当ですけど、ね、なんていうかな、この一周の終わりがきっかりいくと結構気持ち良かったりしますよ
あ、ぴったりだったみたいな。なのでちょっと計算してみるっていうことはしたりしてます。はい、ちょっとじゃあ飲み物に行きますね。はい、今日の蓋付きマグカップよいしょ。はいはいはい、コーヒーです。うん、いい香り。はい、ほっとするわ、コーヒー飲むと。はい、コーヒー好きさんはそうですよね、コーヒー飲むとほっとする。どうでしょうか、コーヒー飲めない方もね、いらっしゃるから。紅茶の方も同じなんですよね。私前にも言ったけど、紅茶派になりたかったけどなれなくって、まあコーヒー派なんですけどね。このコーヒー飲んだ時にふーってする感じは、紅茶の方は紅茶を飲んだ時にふーってなるんですよねきっとそうですよね。うん、うんって言ってる人がいそうな気がする空耳か。紅茶派の方はあれですか、ティーバッグか葉っぱで入れるかというところ。あ、それもコーヒーと一緒か。コーヒーも豆を買ってくる方と、まあ、引いて買ってくる方と、インスタントの方といろいろいますもんね。紅茶の方もきっとそういうことですね。私最近はもう全然豆とかを買わなくなってしまいました。豆ひいてハンドドリップ、自分でゆっくりポタポタ入れるのも好きなんですよ。ちょっと自慢しますけど、私入れ方うまいんですねなんでいきなり自慢してんのって感じなんでしょうけど、コーヒーを好きな方が知り合いにいて、その人に入れ方を教えてもらって、そして入れることにハマった時期がありました。で、そのドリッパー、まあ紙が一般的ですけど、そのね、金のやつとかをね持ってきてもらって、それで入れてもらったりとか、あとね、石でできたやつのドリッパーも私それは買いました。石のはね、その紙とか引かないで、その石のドリッパーをそのまんまそこに粉を入れて入れるんですけど、その石からコーヒーが出てくるのね。だからすごく時間はかかるんですけど、石のおかげでそのなんかお水が美味しくなる的な感じもあるんですよね。すごくマイルドに入るんですよ。それがもう気になって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 ずっと買おうかどうしようかすごい迷って、で、そう、結局買ったんですけど、すごくね、贅沢な時間って感じです。そのゆっくり入れてる感じが、で、入れたコーヒーはすごくマイルドになるし、なんかね、最近入れてないけど、すごくね、優雅な気持ちになるです。うん、こういいなって思ったんですけど、まあ、なかなかやってないね。で、そう、好きな豆屋さんもあるんですけど、本当に買いに行けてない。まあ、今はね、そのハンドドリップっていうか、そのパックになってるやつで飲んでいるけど、まあそれでもね、やっぱり入れる時の香りと、はい、やっぱりコーヒーを飲むとホッとするっていうのは同じですね。まあ入れてる時間っていうのはすごく何ていう
かな、心がこう落ち着くというか、あの墨をするみたいな感覚でしょうかね。なんかそこに集中してポットの先というかね、そういうとこに集中してこうポタポタとお湯を垂らすみたいなのは、なんかいい時間ですよ。紅茶もそうですよね。葉っぱとかだとポットに入れて少し待つ時間があったりとかありますもんね。そういうのもこうティータイムのこう一つ重要なポイントなんでしょうね。そのゆっくりとした時間を作るみたいなことがね、なんかありそうな気がします。結構平気だった。この先っちょがね心配だったんだけど大丈夫だった。ちょっとやりたいことがあるのでこれくらいにしておきます。でちょっとメモつけないんだけど、後でつけるんだけど、これに入れたかったんです。ちょっとカサカサがうるさくてごめんなさい。これは何かに使えるだろうか、わかんないけど、こうやってやりたかったの。これ大きいか。大きいのは入らないんだ。ちょっと大きさがあれだけど、どうですか？ほら、ちょっとこの辺作り直したい感じね、大きさが。どうでしょう。これをやりたかった。だけど、私の家では飾れない。猫が絶対に持っていく。これをやりたかったんですよ。ほら、ちょっとおちょぼちゃんっぽいですよね。ちょっと無理がある？ね、これダイソーで買いましたよ。ヒットする方はぜひやってみてください。で、あれですよ、卵買ったやつでもいいと思います。ね、この紙パックっていうのかな、卵のパックもありますよね、卵売られてるやつ。それでもいいかもしれない。はい、今日はこれがやりたくってこれを編みました。はい。ということで今日はおしまい。インスタグラム、ツイッター、ブログ、LINE アットもやっています。よろしかったらフォロー登録お願いいたします。LINE スタンプおちょぼちゃん3種類発売中です。よろしかったら見てみてください。おちょぼちゃんとお話し会、はい、開催について申し込みなどは説明欄の方で確認ください。はい。コミーの子育て談話室毎日配信中です。よろしかったら聞いてみてください。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画いいと思う方はグッドボタン、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。